ベルビエは、ベルギー・ワロン地域、リエージュ州の都市、リエージュ州で3番目の人口を抱え、リエージュ州とドイツ国境との中間地点に位置する、ワロン地域圏の水の都と称される。古代ローマ時代の効果と同様、多種の火打石と骨のかけらがこの地域で見つかっている。このことから定住が早くから進んでいたと推測される。4世紀、ローマ人らは、東からやってきて、 定期的に圧迫をするゲルマン系種族と取引を迫られた。最初に彼らを抑制することに成功し、最後はローマ人らは5世紀後半にクロビス一世のフランク王国がこの地域を占領すると負けを認めなければならなかった。ベルビエの地域は森林で覆われ、メロビング町の王たちのための狩り場となった、スタブロ修道院近郊の聖職者たちによって、 地域はゆっくりとキリスト教家されていった。ベルビエの中心地10世、1014年にリエージュは広国の直接統治となり、この法は1155年に新聖ローマ皇帝、フリードリヒ一世とローマ教皇ハドリアヌス四世によって認証された。この地域での織物産業の記述は15世紀からになる。一世紀後、服飾産業が最も古い焼き術の仕事にとって変わった。これは、 近隣のネーデルラントで起きた80年戦争のせいであった。しかし町の規模はほとんど小規模なままであった。1651年には織物の仕上げ工の増加のせいでベルビエがリエージュ市教領の主要都市の一つと目されるだけであった。18世紀後半にベルビエはフランス革命の余波を被った。リエージュは1795年にフランスに併合され、そのせいで 経済は傾き、前例のない悲惨な状態に陥った。ベルビエの月は1815年のアーテルローの戦い以後によみがえった。ベルビエはバロン工業地帯の東の端にあった。生産業者、ウィリアム・コッカリルは、イギリスでの手法を用いて、ベルビエの織物業に新時代をスタートさせた。道路は舗装され、ガス塔が設置され、ベルビエは産業革命のおかげで2倍の大きさとなった。 第一次世界大戦後、ベルビエは、ブラッドフォードと共に、世界の毛織物の首都の称号を分かち合った。噴水グランポスト、郵便局ベルビエは、その品質を称えられケイト生産と、織物産業のふるさとと言われる。このおかげで町には多大な富がもたらされた。しかし、1950年代から、地元の工場は、国際競争に直面し、 町の経済が衰退を始めると閉鎖を始めた。1990年代半ばから、経済はゆっくりと復調傾向にあるが、堅固な状態とは言えない。最も魅力ある地域への行き帰りを試み、数軒の商業複合施設が近年開店した。ありがとうございます。